舗装蝶、または装アゲハは蝶木、アゲハ蝶化に属する蝶の一種。原産地は東アジア一帯でロシア沿海州中国、朝鮮半島。もともと日本には生息していなかったが、1970年代以降日本各地で局地的に発生が確認されている外来種である。 朝鮮半島南端まで分布しているにもかかわらず、日本に生息していなかったので、津島海峡成立後に勢力を伸ばしたものと推測される。白と黒の島を基調とした羽の模様は揚げハに近いが、全市町は3センチメートル前後で、揚げハよりかなり小ぶり。講子にある細長い突起が和名の由来で、この突起は揚げハのものなどよりずっと細長く独特である。 突起の長さは3センチメートル程度で孔子そのものの、長さと同じぐらい。幼虫は、ギフチョウなどの幼虫に似て黒っぽく短い毛が、まばらに生えた芋虫だが、より突起が多い。アゲハチョウ科の中では、系統的に古い種類で、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、ウスバシロチョウなどと共に、ウスバアゲハアカというグループに属する。このグループは、比較的寒冷な地に住む種が多く、 表記の生き残りと言われる種も多い。成虫は年数回発生する。オスメスで羽の模様はほとんど同じだが、オスでは全体が白っぽいのに対し、メスは黒い部分が多い。夏型は特に全体が黒みがかる。成虫は食草である馬の鈴草の生える林園などをふわふわとゆっくり飛ぶ。メスは歯の裏などにまとめて卵を産む。 最初に確認されたのは1978年の東京都で数年のうちに中央本線沿いに山梨県にまで局地的に分布を広げた。1990年代になると京都府、岐阜県、栃木県、宮城県、福岡県など地理的に離れた地域に生息が確認されている。本種は飛翔能力が低いため、 現在までに生息が確認されたことのある地域は、違法なっぱな市長といった人為的手段で分布を広げたものと考えられている。日本では前述の経緯からもわかるように、外来種であり、外来生物法によって、要注意外来生物に指定されている。また、植物貿易法でも輸入が禁止されている。一方で、 本種の美しい見た目から保護する活動が一部地域で見られたこともあり、必ずしも外来種であるという認識が浸透しているとは言えない現状もある。今後もさらに意図的なっぱな主張によって分布が拡大する恐れが指摘されている。本種の幼虫の植草は馬の鈴草で、これは日本に生息する在来種の蛇行アゲハと同じ植草である。したがって、 餌資源をめぐって競争する危険性がある。本種の分布が局所的であるため、全国的にジャ行アゲハの個体数や分布に影響を与えているものではないという意見もあるが、実際に舗装町が多数生息する地域ではジャ行アゲハの生息密度が低くなっていることが確認されている。ABCDF 滝安彦。 財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日。ISBN 978から4から582542417。ピアニッシモ、178から179。17 ABCD 補装庁国立環境研究所、新入生物、DB ハット AB 村上交渉、和下に泉日本生態学会。 外来種ハンドブック知人書館2002年9月30日 ISBN4 から8052から 0706XP157 ありがとうございます。